ガンガン行け、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー泡だ、285ポンド頑張れ。トミーボンバー頑張れ。赤コーナー240ポンド川田俊明、レフリーマイティー井上。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。対角線に飛ばした、させません。強烈なキックです。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。サッカーボール逆水平、行くのか、逆に振り返して顔面に突き刺さります。ニードロップ、キックを打っていきます。あのね、フォークして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、組みに行きます、巻き投げで切り返します。この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、ハンマーを振りかざします。長期欠場も乗り越え、王道を守るために戦っておりますデンジャラス系川田俊明。俺を潰さない限り全日本は潰れないと熱く語るこの男、王道の守護神川田俊明は熱く激しくそして危険にその闘志を燃やす。組み合います、逆に投げてまいります。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。あー確かにね、ちっこいですもんね。脳を打ち込みます、立ってまいります、腰を落とします、あとリバースで返してまいります。いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。打たせません、ドロップキック、スリーパーで締め上げます。逆水平を打っていきます、ロックアップ、巻き投げで切り返します、スリーパーホールドに入ります。膝へのキックです、組み合います、ロープに振った、顔面を蹴り上げます、抱えます、ハンマーが襲ってまいります。行くのか、コーナーに振った、ハイキック、容赦のないキック攻撃です。リング下に降ります、ロックアップ、逆に投げてまいります、落としてまいります、起こし、スリーパーに捉えます、リング内に戻ります。腕をフックします、ダブルアームで投げていった、抜くのか、打ち込む、組み合った、あっと投げていった、すごい音がした、
ブレンバスター行くのか。打たせない。小脇に抱えた、エルボーで返す、ガンレールキック、2位を落としていく。場外に降りる、リングに戻ります。あっとエルボー、バックを取ってアタミックドロップで打ちつけた。引っこ抜きか、エルボー強烈、ジャンピングに奥歯を噛みしめた。10分経過、ローテンが始まった。パイルドライバー、たた王が入る。バックを取ってエルボーで切り返す、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、バックを取ってエルボーで返す、ガジェット組み合った。あっと逆に投げていった、引き起こす。あっとラリアット、そのまま体固め、ロープに逃れました。顔面蹴り上げる、起こした、トップロープを奪う。あっとジャンピングに抱き起こす、小脇に抱えた、あっと耐えた、腕をフックした、ブレンバスターで切り返した。あっと返していった、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、ハンマー気味のパンチ、バックに回った、バックを取ってすごい顔で打つ、させません。いけるか、ロープに飛ばした、組み合った、巻き投げで切り返した、立たせていく、キック強烈、いけるか、ストレッチプラグで締め上げる、ロープブレイク、ガジェット組み合った、あっと倒していった、五臓ロップに染み渡る、抱き起こす。ああ危ないですよ、垂直落下か、引き起こす、エルボーで返す、王が入った、小脇に抱えた、バックドロップ、まさに怪物級、カバーした、僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう、僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。